ドロベのタイムリー2点を加えて4対1、3点リードとなりましたドラゴンズ。3人目のピッチャーは山井です。まあ、今日の、ね、練習午前中のところでも少し触れましたけれども、まあ、ここ数年は非常にこう悔しいシーズンということにもなっています。石原さん、はい、山井投手ですが、はい、今日は特に球筋を確かめたいそうです、うん、どういうボールでファールが取れるのかバッターが反応してくれるのかを見たいということなんですね、はい、でこのキャンプでは今持っている球のキレを保つことを意識して取り組んでいるということなんですが、ブルペンで投げている限りキレがないと思っているということで、はい、この実戦でバッターが立つとキレも変わってくると思うので、そのあたりも今日は確認したいということです。なるほど、ブルペンでの感覚は良くないってことですね。うん、そういうことでしょうね。さあその山井の初球ピッチャーゴロに打ち取ります。少しタイミングを外しましたかね、はい、まあ、これはどうですかね。山井も一度スライダーとフォークボールのちょっと見分けがつかないこと多いですけども、ひょっとするとフォークボールだったかもしれませんね。7番バッターのジャン・シウンがバッターボックス、先ほどピンチランナーに出た近藤がそのままセンターの守備についています。まず最初のバッターはピッチャーゴロに、詰まらせました。ファースト石岡が下がります。これで2アウト。最初のバッターがピッチャーゴロ、そして今のバッターは詰まらせてのファーストへのフライ、打ち取っています山井です。バッターボックス8番の10初さんです。レフトに上がります。ライン方向に遠藤が寄っていきました。これで3アウト。まず山井の1イニング目は三者凡退に打ち取っています。ピッチャーゴロの後はファーストフライとレフトフライという結果だったんですが、この3人へのピッチング、まあ、山井の今日のテーマは球筋キレというところですけれども、うん、井上さんどうでしょう。まあ、難なく無難にって感じでしたけどね、うん、まあ、あとは高さは間違ってずにコースはちょっと甘くてもね、はい、高さは、まあ、間違えてないよっていうようなボールも何個かありましたけどね、なので高さもコースも甘いっていうような、もし結果であるならば、はい、もっと痛打されてるでしょうしね、うん、なので変化球もそれからストレートも、まあ、まずまずってとこじゃないでしょうかね。はい、流れがもう順番がですね、もう決まっていて、はい、投げなきゃ次いけないんだっていうような時にね、なんかまだかを猛回っていうね、はい、ところもありますからね。メクセン5回の表の攻撃、この回先頭バッターはレフトフライに倒れました。ちょっとボール、バットが折れたような音がしました。そして、強打がそのまま守備についています。
石原さん、はい、その京田選手ですが、ここまでの練習試合は全試合出場していますが、実戦を通して大学時代では考えていなかったバッテリーの配球によってもポジショニングに積極的に取り組んでいきたいと話しています。期待されますからね。いや、まあそういう意識があるというだけでいいと思いますよ、はい、もちろんそのバッターによってポジショニングを変えるなんていうのはそれはショートだけに限らないことですよね。限りないですからね。だってライトだってレフトだってそれは変えるわけですから、はい、そしてまああとカウントで、追い込まれたらこのバッターは、ね、何があるっていうね、何がある、そして最初の方はセーフティーバンド、うん、足があるバッターに対してとはですね、いろいろポジショニングが変わってくるわけですからね。さあ2アウトを取りました山井ですが、ここまではまあ、ランナーを当然許していないというところですが、どうでしょうセンター前、まあ、そういう話をしたらヒットが出ちゃいましたけども、2アウトランナーは1塁です。2番バッターのキム・テワンがヒットを打ちました。3番、まあ、この回の先頭バッターキム・ヒエソンの時にはちょっとねバット折れたかなというの音もしましたしね、本人の言っているまあキレ重視の中の球筋というところにはどうでしょうね、手応えというようなピッチングになっているかどうかですね。いや今日いまいちでしたよって。サード高橋ノーバウンドスロー、3アウトです。ライン際の難しいところでしたけれども、よくボールを抑えてノーステップでしたね、はい、まあスローイングはね自信を彼も持ってますし、定評ありますから、はい、もう一度ご覧いただきましょう。引っ掛けたバッティング、少しベース際を広く開けていた高橋ですが追いついてそのまま一塁にボールを送っています。5回の表までゲームが終わっています。7対1ドラゴンズが6点をリードしています。まあ、2人目のピッチャー山井が、まあ、ヒット1本に抑えたぞというこの4回5回でした。